今日はですね、ソフビ好きなら誰でも知ってる秋葉原にあるワンナップさんで購入してきたバンディゾンビパーティーシリーズブラインドボックスをご紹介したいと思います。これね、ワンナップさんにたまたまフラッと寄った時に、本当はバグのガチャガチャ目当てで行ったんですけど、たまたまその日がこのゾンビパーティーの入荷日だったみたいで、もっと入荷してすぐ店頭に並べられていたものを発見して、で1個だけサンプルが置いてあったんだけど、そのサンプルを見てめちゃくちゃ可愛いなと思って、思わず買ってしまいました。タイのブラインドボックスの展示会みたいなのがあったらしくて、そこで見つけてきたものらしいです。はい、でこれ1個2750円、ちょっとねポップマートとかのブラインドボックスよりちょっと高めなんですけど、それでもねすっごく可愛くて気になったので買っちゃいました。ではご紹介していきたいんですけれども、実はねもう中身開けちゃってます。はい、まあ、とりあえずねどういうデザインがあるかどうかだけお見せしたいと思います。はい、パッケージがもうねすごく可愛いよね。これイラストが本当に可愛い。これパンダとキョンシーのデザインで、全部パンダとキョンシーのデザインに中身はなってます。あ、このねパッケージのゾンビのね文字が、このキャラクターのシルエットになってます。細かい。中国語でねなんて書いてるかわかんないんだけど、はい、で中身こんな感じ。ベーシックなキョンシーがいたり、ちょっとね派手なカラーの子がいたり、でもどれもね本当にハズレがない、どれも可愛いデザインで、全然どれでもいいと思って私は買いました。でお米当たったのがこちら。まさかのパッケージの子が当たりました。これめちゃくちゃなんていうんだ、重厚感があって、っていうか重くて大きいです。すごく大きいサイズね、12センチ、12センチあります。すごく大きくて重たい。で私あのマットな質感が前の動画で好きって言ってたんだけど、なんかそれはちょっとね肌なじみがいいというかなんか柔らかい感じがしてね、マットマットな質感はすごい好きなんですけど、これもちょっと質感はマットな感じです。でキョンシー特有のこの帽子とお札と袖がダラーンってしてて可愛いです。
これめちゃくちゃ可愛くて、お札にね、軍内って書いて、本当にこれなんか買う気なかったんだけどね、サンプルを見て、あ、これ買うってなった。後ろはこんな感じ、横もねデザイン凝っててすごい可愛い。なんかキョンシーって世代じゃないんですけど、最近多分若い子たちにも人気で、本当に全然関係ないんだけど、このガチャガチャで並ぶんですっていうシリーズで、キョンシーシリーズがあるんですけど、4種類ねあって、全部コンプリートするぐらいキョンシーっていうデザインが好きで、キョンシー好きなんだよね。だからね、今回このキョンシーのデザインに惹かれてしまいました。で、もともとこれ1個だけ買うつもりだったんですけど、お店でワンナップさんで購入して、で早速ねワンナップさん出て、なんか道路で開けて、え、これすごいやっぱり可愛いなと思って、ワンナップさんに引き返してもう1個追加で購入したんですよ。で追加で購入したものがなんと本当に神引きしまして、こちらシークレットが当たりました。のね、お店に戻ってもう一個追加で購入したんですけど、そのお店の人とね話してて、なんかまだ現物をね、そのサンプル1個しか見てないっておっしゃってたので、なんかお店で開けようっていう流れになって、開封したらまさかのシークレット。このジョーカーっていうやつですね。本当にラッキーでした。これもマットな質感でね、色がねパステルカラーですごく可愛いです。マットな質感でパステルカラーってすごい柔らかくて本当に可愛い。これ気づいちゃったんだけど、ジョーカーって普通のトランプのジョーカーだと思ったら、あの映画のジョーカー、映画のジョーカー、わかるかな、これ口元がもう、口元と目のデザインがもうジョーカーで、ジョーカーなのになんでこんな可愛い色なんだろうって思ったんですけど、よくよく見るとこのピンクと水色のデザインで、これハーレークイーンのデザインになってるんじゃないかなって勝手に思ったんですけど、どうなんでしょうか。このね、鼻の赤いのとかはジョーカーだと思うんですけど、この色味、ピンクと水色って絶対ハーレークイーンだよね。めちゃくちゃ、そしたら細かくない？ここジョーカーいるし、デザインはハーレークイーンだし、
え、絶対そうだよね。違うかな。表面こんな感じで。で、横。なんかね、グラデーションっぽくなってるのかな。ここはちょっと薄い。で、ロゴ入ってます。帽子の上のところ、猫ちゃんもついてますね。で、お札がなんて読むんだろう。お札が自由なんちゃら。え、わかんないや。このデザイン本当にめちゃくちゃ可愛い。2つともカードが2枚ずつ入ってました。パッケージのこっちのデザインのこのカード、このカードも細かくて可愛いよね。これお札になってて、このね、なんか漢字もね、なんか軍内と同じような意味でした。で、もう一個、もう一枚カード入ったんですけど、これね、なんかね、中国語で全然よくわかんないんですけど、このデザインが多分7周年記念エディションのフィギュアで、下に書いてあるのがね、ここに書いてあるのが、活動期間は6月20日から12月20日までって書いてあります。で、この QR コードはね、あの中国版 LINE の WeChat につながる感じでした。私 WeChat やってないのでちょっと内容まで分からなかったんですけど、そんな感じで書いてありました。で、もう一つシークレットの方がこちらですね。これちょっと調べるの忘れちゃった。載せておきます。このなんで書いてあるかわからないので、はい。で、裏面がこちら、裏なのかな、表か。で、これ見てもらうと分かるんですけど、シークレットの色が違うんですよ。お店の人に聞いたら、シークレット3つあるみたいで、これ1つ、これもう1つ、で、あと1種類あるらしいんです。こっちのカラーもね、すごく可愛い。こっちのカラーの方が、なんかハーレークイーンっぽくない？このさ、右目がさピンクで左目が水色って、本当にハーレークイーンだと思う。私映画大好きだから、ジョーカーのね、映画とかめちゃくちゃ見た。このカードも本当に可愛い。集めたいくらい。このカードだけ飾ってても可愛い。でね、ワンナップさんで昨日再入荷の情報が上がっていて、今日まではこのボックスが10個セットなんですけど、10個で1セットなんですけど、ボックス購入される方が優先で、明日から単品で1個から買えるのでね、ぜひ気になった方はお早めに購入されることを本当にお勧めします。すごく人気でね、
多分一瞬でなくなってしまうと思うので、ということでね、今日はボバンディのゾンビパーティーシリーズご紹介しました。またね、気になった商品とかご紹介していくので、チャンネル登録グッドボタンお願いします。じゃあまたね。